まず一番つま先側のハトメに紐を下から通します。通したら左右の紐の長さが同じ長さになるように揃えておきます。次はまず片方の紐を向かい側の1つ飛ばしたつま先から3つ目のここのハトメに上から通します。通した紐はかかと側に持ってきます。次は1つつま先側に戻ったここのハトメに上から通します。通した紐はまたかかと側の方に抜いてきます。ここまで通したら一度こちらの紐は横に避けておきます。もう片方のこの紐も今と同じように通していきます。まずは向かい側の1つ飛ばしたつま先から3つ目のここのハト目に上から通します。通した紐はかかと側の方に抜いて、そして1つつま先側に戻ったここのハト目に上から通します。通した紐はまたかかと側の方に抜いてきます。次は向かい側の次のここのハト目に上から通します。通した紐はまたかかと側の方に抜いて、そして1つつま先側に戻ったここのハト目に上から通します。ここでは1つのハト目に2回紐が通ります。紐はまたかかと側の方に抜いてきます。こちらの紐は一旦横に避けておいて、もう片方の紐も同じように通します。向かい側の次のハト目に上から通して、紐はかかと側の方に抜いて、1つつま先側に戻って上から通します。またかかと側の方に抜いてきます。次はまた今と同じ通し方をしていきます。向かい側の次のハト目に上から通して、1つつま先側に戻って上から通します。一旦避けておいて、もう片方の紐も今と同じように通していきます。ハト目が残り1つになったら、一番かかと側のここのハト目には紐を交差させて下から通します。そして最後、普通に蝶結びをして仕上げます。はい、これで結び上がりです。
中心で紐が交差している横で、さらに紐が交差して見える、とてもユニークでおしゃれな結び上がりになりました。最後の紐の仕上げ方で、もう一つのパターンをご紹介します。このように、ハトメが残り一つになったとき、さっきと同じ通し方をもう一度繰り返します。向かい側のハトメに上から通して、そして一つつま先側に戻って上から通します。最後左右の紐を少しゆとりを持って肩結びにします。そうしたらできた肩結びをタンの下に隠すように靴の中にしまい込みます。このように仕上げると最後まで同じ模様が出て、とてもすっきりとした見た目に仕上がります。すっきりととてもおしゃれなこの靴ひもの通し方、ぜひ試してみてください。